今これ何してんですか？説明しろや。説明しないんかよ。これ石膏。これ石膏の方。石膏の方は何の方？これはあのいわゆるクノコのね、背中からブツが生えてるやつ。原体ですかね。原体。で今これは離型剤、あの剥がれるようにね。離型剤。でそれを一回塗っといて、うん、で泡立てたラテックスフォームをこれに入れ込んで、うん、で70度ぐらいで何時間か焼くと、うん、プリプリの原体ができるっていう。おー、この型って何個あるの？これはとりあえず10個を作った。ボイボの感じが10通り。でも一発目は結構失敗するかもね。よし、取れるか。取れる。自分で3って書いてあって、サーンって書いて、こっちが硫黄って書いてあるから、これはめっちゃなんかあのおしっこ臭いやつ。これおしっこ臭くないですか？アンモニア全然わかる。ソリッドって書いて、そう、おしっこ臭いやつ、これ。そう。はい、これ。うん。映した？映した。なんか言った？言った。言ったの？言った。何つったの？あのおしっこの匂いするやつ、そうみたいな。酸化みたいな。合ってんの？これ何つったの？取材。取材って何だ？主なメインになる材。それは何なの？フォームラテックス。フォームラテックスって何？泡は？泡？スポンジになる、スポンジを作るものみたいな。ゴムの木の樹脂だよ。木の樹脂だよ。木の樹脂らしいです。よく木をこう削ってなんか白い木がポタポタ出てるじゃん。はい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 。あれがこれなの。へえ。ゴムの木、うん。で、あれ木からこう出た白い液こう垂れたまんまだと、うん、こう固まっちゃうから酸化して、うんうん、で酸化しないようにアンモニアを入れて、うん、アルカリ性にしてんの。へえ。だからそのアンモニアが揮発しちゃうと、もうゴムみたいにガチガチ硬くなっちゃう。うん、で、この中のアンモニアを中和するために酸性みたいなこういう液体を入れて中和させる。フォーミング。それが結構硬いんだよ。うん、大丈夫？これ使える？あ、大丈夫。大丈夫。シェイクシェイク。あ、ここであの堀さんのバー時代の。本当に、なんか手つきが。これが泡立て、これが硫黄成分。これがないと、うん、こう泡立ったこのゴムが潰れたら、うん、戻んない。潰れたまんまになっちゃう。なるほど。この3つがいる。これか。あ、結構ある。34の泡を足す。34の泡を足す。1回0にして。0にして34入れる。この硫黄成分のが17。17。で、これは別口で入れる。時間差だから。9。冬場だからな、1.6。なんかタイマー測ってなかったっけ？ 3 分とか。測った。何分とか。タイマー。これがタイマーじゃないの？あ、これ温度か。あ、今ね、今の温度は9、間違えた。え、これ5度？え、6度？今6度。よし、スタート。こっからはもうスピード勝負。4、5分。3か、あと
箱の入れた量から何倍ぐらいの体積にしたいかっていう。なるほど。大体4、5、4、5、6倍ぐらい体積が箱の液体から消える感じ。うんうんうん。夜9時ぐらい、うん、はい、2オープン、オープン。9時といえば焼けてっかどうだか、しっかり焼けなくて部屋の温度は、え、待って、0度だよ。0度、0度です。あ、熱い熱い。皮好き、皮付きってなんで皮付きって言ったかを知ってんだ。あ、でも動物の皮を入るだから。動物とは限らんぞ。なんでね。わからない。めっちゃ湯気が出てる。わかるかな。ちょっと失敗。基本的に1回目は大体失敗な。こう型についてるゴミとか、うん、奥までちゃんと入ってなかったな。うん、でもまあ焼け具合は OK。うん、よし、失敗。失敗なの。で、これ例えばこれ焼いてない素材じゃん、うん、最初に混ぜただけの、うん、これ焼かないと例えばこう潰した時にぺちゃんこになった、うん、元に戻んない、うんうん、戻んない。これをあの硫黄成分っていう顆粒のための液剤を入れると、うん、こうやってふかふか戻るっていう、うんうんうん、なんかちょっと後ろに、なんかこういうキャラクターいるじゃないか、わら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 みたいな、わらみたいな、なんか新たにこう、いっちゃった、あ、いっちゃった、痛い痛い、あ、なんか、あ、消される、消される、消されちゃった、あー、暗くなっちゃう、あれ、消された、完全に消された、でもライトがあるから。大丈夫。エイリアンみたいだなぁ。ブンブン。では、さよなら。あ、熱い。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 本当に熱い。本当に熱い。いや、軍手、軍手しましょうよ、皆さん。突起の奥まで入ってないんだな。突起が短い。あれ、突起が短い。あー、でも縮んでるんだな、これ、やっぱ。あ、奥からこう縮んじゃってるわ。がん。あ、でもな、いいんじゃないですか。全部。いや、これ逆にちょっと、ちょっとまずい、ね。まずくい？まずくない？この。まずいですよ。え、エロいってこと？私は、私はわかんないな。私はちょっとよくわかんないから。なんで、ね？私はよくわかんないけど。はい。じゃあ失敗ということで。はい、時間が経って。あ、おい、さてどうでしょう。お、結局穴の奥まで入りきれてなかったっていう。うん、根元まで傑作できたんじゃない。え、お、こりゃ完璧だ、うん、できた、できた、できた。よし、焼くか。はい。水が降ってきましたけど、どういうことでしょうか。あ、でもここちょっと雨漏りして、私のところにぼちゃって、ぼちゃって。
よし、来ました。まあ、素晴らしい。素晴らしい、ね、これが欲しかった。あんだけ新兵器おぉ、いいっすか。すげえ。あ、すげえ。完璧だ。ほんとだ。一番奥から入ってくるからね、これ。どうでしょう。完璧。完璧、綺麗。いい湯気出てる。あ、すごい綺麗。やっぱ違うな。綺麗。綺麗ですね。大成功。いつかあなたの元へ。あなたの元へ。で、6回目ぐらいですね。6回。あれ、型どうするんですか。型切断して、後で調整しなくていいように。絶対こっちの方がいいじゃんね、多分。型を、スライスしたもので、でアクリル板で蓋をした。これがうまくいけば全部これにすれば、うん、そうそう、ハサミで切ったりしなくていいという。これだったら最初から綺麗な、ね、綺麗。おお、すごい。つるつる。あ、すごい。こんなに。あ、これはいいですね。これはいいんじゃない。ああ。ここにチョキチョキっとしてペタッと壁に貼ると。あ、これはもうぴったり。そっか、じゃあ切るか。その代わり次はもうこの膨らみを出せなくなるけど、あ、そんな予定はないから、うん、そうですね、もうクノコの出番が出番ないということで、クノコの物語。ああ、スピンオフですね。スピンオフ。あ、それはありかもしれない、ね、誰がクノコになったのか。元は一応人間の誰かの遺伝子からっていうことになってるから、じゃあクノコ屋を始めるまでみたいな。まだ最初に食べようと思ったやつから。あ、そうそうそう。あ、結構グロい話。あ、グロい話ですよね。鎖で釣られてるやつらを、あそこになまでなるまでなるまでのが恐ろしい。マリガン、マリガンと人間の争いが昔あって、で地下に行ったマリガンたちが食べ物に困って、あ、なるほど、不良にした人間をクローンで増やして、あ、食料問題、食料問題解決するわけですね。でそれがあまりにも美味しくてみたいな。美味しいですね。どういう味がするんですかね、これ。ねえ。一応肉だから。ああ。普通に。そうですね。普通に松坂牛みたいな感じ。霜降りなんですね。料理するんですかね、彼らは。ああ、そこそこ。あ、そこそこ。でこれが出来上がったフォームのクノコ原体、うん、これを整えて、これ切りました、うん、でこういうボックス型の額縁があるの、これ奥まったところね、うんうん、でこっちはこっちでまた入れられるスペースがある、うんうんうん、でこれに、うん、整えたクノコの背中をつけて、うん、でセッ
ットして、うん、でパカッと開けるとバーン、あ、サイン入りじゃないですか。あ、いいですね。サイン特の子が入った、はい、うん、まあ置物的な。なるほど。まああの年代か友達来たら見られちゃいます。閉めちゃった。閉めちゃった。ちょっと封印しとくみたいな。隠すんですね。そうそう。あ、わかりました。じゃあこれがあの当選した人には。はい、届くと、ね、その予定です。はい、だーん、はい、はい。